津田の細道の南端にある岡部口津田の細道の北端にある静岡口宇都宮峠地図津田の細道は静岡県静岡市駿河区宇都宮と藤枝市岡部町の境をなす宇都屋峠にある古道である東海道マリコ塾の西の外れにあり宇都屋峠を越える道では最も古く平安時代から1590年に豊臣秀吉が旧東海道を開くまでの 約700年間にわたり、感動として利用された。藤江市指定文化財。津田の細道は、宇都の山越えと呼ばれた道で、7世紀の律令時代には、天馬の道として使われた。古代駅路の東海道は、海岸近くの日本坂を越えるルートだったと考えられており、宇都のや峠を越える道は、中世から近世の東海道として継承されるまで、 古代の伝路として機能していたとされている。よく知られるようになったのは、平安時代前期の文学作品、伊勢物語が書かれた時からで、歌人である、有原の成平が、当時の道がタや楓などが生い茂って覆われており、薄暗くて、寂しい道の様子を、伊勢物語の中で、鶴が鳴るうつの山辺のうつつにも夢にも人に、あはぬなりけリと記した。伊勢物語によれば、 左遷された成平が京都から武蔵国に向かう途中で、宇さ山の峠に差し掛かり、追い茂った木々にツタやクズが絡んでおり細くて、暗い道を見て、その暗く恐ろしげな様子に心細くなってしまった。そんな場所で修行者に出会いよく見ると偶然にも、成平の家の知人であったので、その知人に京都にいる人宛の手紙を託したという。ツタの細道と呼ばれるようになったのは、江戸時代からで、 この、成平の逸話から名付けられたと考えられている。伊勢物語が書かれた、時代以後も、多くの文人や歌人が津田の細道を通っており、平安時代中期の菅原高生城の作、しな日記、鎌倉時代に成立したと言われる、軍記物語の平家物語や、気候文の街道記、伊勢酔日記、同年代の歴史書である、東明などにも記されている。 鎌倉時代の上限4年、将軍源、実朝の五代所の女房を、単語局が東海道を通って、京都から鎌倉へ下る途中で、宇都山で追いはぎに会う事件が起こる。それ以後、幕府は、駿河井聖の宿に夜行番主を置いて、旅人の警護をするように命じ、幕府の統制力によって、番行取締りが行われるようになったという。そのような昼でも薄暗い。 危ないイメージは、歌舞伎の、ツタもみじうつのやとげでも描かれている。痛みや十兵衛が幼い盲人のアンマ分野を殺して、百両のお金を奪うが、そのお金は、分野の姉を聞くが、弟にアンマの官位を手に入れてやるため、身を売って用立てたお金だった。やがて、分野の亡霊が十兵衛の女房に取り付き、ツタの鶴のように殺しが続いていく。 道は標高210メートルから600メートルで下っていく、平均車度24度の急勾配の交通難所で、豊臣秀吉が小田原攻めの際に1キロメートル西に新しい峠道を整備したため、その後はほとんど利用されなくなった。江戸時代に津田の細道が錆びれて消滅を惜しんだ駿河国の大官によって1830年に津田の細道の入り口に、 石踏みが建てられた。この石踏みは、須田景気といい、現在も位置を変えて、坂下地蔵を道脇に残されている。現在は、ハイキングコースとして整備され、沿道には、須田の細道公園があり、山頂にある、有原の成平が読んだ歌詞をはじめ、藤原春勢、藤原定家など多くのゆかりの歌人たちの歌の石碑が、沿道に置かれている。2020年6月19日、 藤枝市史跡、津田の細道は、東海道宇都野に関する、文化財群である、喜び隆寺、間の宿宇都野十段語、東海道宇都野峠、古紙、明治宇都野水道と共に、文化庁の文化財保護制度、日本遺産のストーリー、日本書、旅ブームを起こした、矢地さん北さん、寸州の旅から国境本と、浮世絵が描く東海道旅のガイドブックの、 構成文化財の一つに認定された。ありがとうございます。